次4番目は風の流れなんですけどはめやすいです。なんでかというと天気予報があって実際実体験でも風っていうのは自分たちが実感できるので風で組み立てていくことができるんですね。例えば風が効くやすいなっていうのはやっぱり潮回りが悪くて雨も数日降ってなくてその上位3つの流れがあんまり期待できないときそういったとき鈴木はどうしてんだろうって考えたときだいたい初夏とか、まあ、春先とかですよね日中南風ビュービュー吹いてる時の やっぱり波がザザザザーって打ち寄せた沿岸エリアの払い出しですねそういったところにスズキはしっかり集まってるんですねでその払い出しっていうのも慣れると海面見ただけであそことあそこから出てってんなって分かるんで、まあ、そういったあの波の立ち方で分かりますでそれで要は波という逆らおうとしてるんで逆波状態になってるんですねそういったところを見つけていくともう本当にあっさり答えが出るって感じで出せるようになってくるんで風っていうのもすごい大事です 風で大事なのはやっぱ水面だけじゃなくて確実に流れて。 いくとかは下に行くんですよねさっきも言ったように海面を波とともに水が押し寄せてくるんでそれなりに砂浜だったらザザーって水が来るじゃないですかあれだけの量の水が来てるんであれだけの量の水が出てってるはずなんですねその出ていくときに確実に下が砂だったらどんどん掘っていきますでサラサラの砂だともう日替わりで場所が変わるぐらい掘ってくんでその掘ってったとこに鈴木が入ってくるっていうのを知っておくとじゃあそれはどこかなって,って組み立てることができますもう一つは 風に乗ってそうやって水が流れてくるとベイトが寄ってくるんですよね水温が高い時はベイトフィッシュは比較的水中にいるんですなんでか知らんけど で水温が低くなってくるとベイトフィッシュは水面に上がってきますでそうすると風が吹くと水面が移動するんでなんとなくイワシの塊もそれなりにぼんやり開業してるうちに急ぎ屋に近づいてきちゃってでそこの急ぎ屋に近づくともうその先岸ですから逃げ場がないですねそれがちゃんとフィッシュ板分かって,てその岸際に ベイトが集まっった瞬間に外側かかから襲いかかってくるんですねそうすると逃げ場がないんで磯にイワシとかサーフにイワシがたくさんぶち上がるっていう、まあ、そういう現象が起きるわけですだからえ潮が悪い雨降ってないあんまり川も流れてないってい中で今日は風が強い予報だって時はおそらく風でスズキが動くだろうと。でベイトフィッシュもプランクトン食ってるので一緒なんですね。プランンクトンがいいっっぱ流流れれててくるっていうところは流れの中なんで 魚が風で動くだろうなって。時は風で組み立てていきます。で、もう全般として風で間違いないのは風表エリアなんですね。だからこれもやっぱさっき。 浅いとこと深いとこだったら上級者浅いとこが好きって話しましたが上級者は風を持ているよりが好きですねただとにかく釣りづらいんですよ向かい風なんで波も被るしだから初心者の人は比較的風裏サイドが好きで追い風になって投げられたりするからトラブルがないけど、えー、上級者の人は特にそのアングラーベートが寄って釣りが成立しやすいね磯とかサーフの人は風を持てが好きですね ただやっぱ風表で風に向かって投げるっていうのは体力的にもしんどいしルアは飛ばないしルアは飛ばないってことは魚にねサーチできる距離分ちっちゃくなっちゃうんで自分なんかは風表の風裏の風表パターンっていう30年前ぐらいから雑誌で書いてるパターンがあって名前だけ言うと何のこっちゃなんだけど要は風表のエリアに行きますとだけど自分の立ち位置や風裏になる場所を探しますと。 で結局風をもてなって波が押し寄せる地形っていうのはほぼ磯でも 砂浜ででも要は湾曲の地形をすするんですよねで最近はそういう湾曲した地形は必ず港があって堤防が出てたりするんで堤防に立って風を要は背負う追い風で投げることができれば風裏と同じ飛距離とかキャストのしやすさとか釣りのしやすさができるとだけど投げるエリアは風表のガチャガチャしたところに投げ込んでいくるんですねだから食わせるのは風表のエリアだけど自分の立ち位置は風浦のエリアってことで風表の風裏の風表パターンっていうので。 これはね、自分が今 YouTube で出てる、まあ、まさちチャンネルじゃなくて、アピアさんのとか、トーレさんのとか、ジャドーさんので、いっぱいいろいろ出てる動画でもたくさん活用してるパターンなんで、特にアピアさんのタックバトル愛知編ですね。あれはもう、大潮だったんですけど、もう西風13メーターみたいな日で、だから自分の中ではアウェイだったんで、完全に風で組み立てたんですよね。だからもう風で離岸流探してそこを打ってくって釣りで、なんとかハイスコア出したんですけど、まあそういうね、 でまた見てもらえたら面白いかなと。